チャンピオンベースボールは1983年にアルファ電子開発、セガ販売の業務用野球ゲーム。後に SG-1000 に移植された。アップライト筐体版チャンピオンベースボール当時、投げる、打つ、守るだけの野球ゲームに初めてデータ、選手名を表示し、他に、バント、走塁、変化球を投げるなどの操作が完成し、 今日における野球ゲームの原点とも言えるソフト。全12球団から自分のチームを選び、球場正面から見た視点に左脇に、ピッチャーとバッターが表示される。守る場合にはセンターからの画面に変わる。サンプリング音声が多用されており、審判の音声の他に、鳴り物や歓声にも使用されている。イニング終了時に、プレイヤー側がリードしているか同点で次のイニングに、 進め、負けていると、ゲームオーバー。9回までリードを守りきれば、勝利となり、画面に約1秒、リプレート、赤文字で表示され、チーム選択画面に戻り、再試合することになる。選手データは、野手は、打率、投手は、打率、防御率のみが表示され、1982年当時、プロ野球チームに所属していた選手が4文字以内に、ローマ字化イニシャルで表示され、 往年の名選手の名前の選手もいる。投手や打者の交代も可能。翌年に続編チャンピオンベースボール2が作られ、二人対戦プレーが可能になった。海外でも稼働しこちらはメジャーリーグのある都市名のチームから12球団を選抜し、使用されている。チーム略称が一般的に使われているチームのものとは違うので注意。ありがとうございます。